木村佳子の気になる銘柄、2020年12月2日水曜日ですね。今日の収録時刻は当日の朝8時34分ですね。今日のタイトルは、公聴会での驚愕情報。世界の人がとんでも情報を知った。株式市場はどう反応？と題しましてお送りいたします。ご存知のようにですね、11月3日のアメリカ大統領選挙において、不正があったと主張し、弁護団を組成してですね、各所で訴えを起こしているのがトランプ現職大統領。いやいや、何事もなかったんだというふりをして走り切ってるのがバイデンさん。まあ、走った結果、けつまずいてちょっと骨を折ったという話が出てきておりますけれども、このままですね、何事もなかったかのように、進んでいくのか、後でどんでん返しが起こるのか、これ株式市場に携わっている方、資産を株式市場で運用されている方、興味深いところだと思うんですよね。今のところ株式市場はこんな動きとなっています。日経平均もですね、先物もアメリカの株式市場も、強い動きで推移しております。何事もなかったかのように推移している。これ嵐の前の静けさというふうに映るのは私だけなんでしょうか。私こういうふうな日経平均が高くなってくればくるほどですね、何か疑わしい気持ちになってしまうんですよね。何か隠されている情報があって自分が知らないだけなのかもしれないと、ついつい疑ってしまうんですけれども、皆様はいかがですか？さて、表向きの情報では、このバー司法長官、この方はトランプさんに任命されて、一応はですね、トランプさんのイエスマンのように映ってた方なんですけれども、大統領が不正があったと言ってる中ですね、このバー司法長官は異なる選挙結果をもたらしていた可能性があるような規模での不正はこれまでのところ見つかっていないと AP 通信でのインタビューで語ったというから、ちょっとね、首をかしげたくなりますね。トランプ大統領に通じてあうんの呼吸でとぼけているのか、いやいや、もう風を読んでですね、もうトランプさんのイエスマンを務めていたけれども、いや、もう風を読んでバイデンさんの政権になっても自分が首がつながるように行動しているのか、一体どっちなんだろうかというところですね。さて、こちらです。トランプさんは半年は抗戦の構えと言ってらっしゃいます。半年となると1月20日を超えて、就任式を超えても頑張るよと徹底抗戦の構えを打ち出されております。私の決意は今後6ヶ月間変わらない。なんか6ヶ月に意味があるのかもしれないですね。不正選挙説は譲らない。敗北も認めない。考えは変わらないという、そういうトランプさんの決意も報道されています。さて、バイデンさんが逃げ切った場合ですね。バイデンさんがもし逃げ切った場合、このニューヨークダウ工業株30種平均、こちら今見ていただいておりますのは、ゴールデンチャート社の提供している月足ですね。こちらで見ていただきますとですね、まあ、トランプさんが選ばれた時もですね、最初どんどんいろんな政策を打ち出しましたから、株価が急騰しましたけれども、バイデンさんもいろんなことやると思いますので、まあ最初の2年ぐらいは、ひょっとしたらこういうハネムーンラリーに乗った勢いで株式市場上がる可能性もないとは言えないと思うんですけど、いろいろな説が出ておりますので、そんなにうまくいくのかなと思っておりますので、皆様とご一緒に見ていきたいと思います。さて、ペンシルベニア州での公聴会の後の動きです。州議会は不正を認識しました。そして11月30日がペンシルベニア州の議会の最後の日となります。次の議会は1月ですので、州法を変更するには時間が足りません。調査が終わるまで選挙の結果を承認しないように要請をしました。州議会が公聴会の内容を踏まえまして、選挙人を変更することで動き始めるという動きがありました。さて、アリゾナ州ですね。公聴会をリアルタイムで視聴した方が10万人を超えました。その中で証拠が次々と開示されました。主流メディアが報じないことを国民が知ったことが大きいと言われております。
今日は民主議員らは次の選挙の時にですね、州民に良識を問われますので、公聴会で明らかになった不正に対しまして、態度を明確にしなければいけなくなりました。公聴会の意義はですね、風を見ているだけでは済まされなくなったということが大きいと思われます。ただしですね、ここの、アリゾナ州ではいろんなことがあります。ここのアリゾナ州の州知事は、タグ・デューシーさんという方で、今画面に見ていただいております、この方ですね。この方なんですけれども、州議会の公聴会が開催されて、ホワイトハッカーが証言し、おかしな動きがありますよということだったんですけども、アリゾナ州の選挙結果をですね、このデューシー州知事が認定してしまいました。そしてジュリアーニ、弁護士との面会も拒否しております。そのことに関しまして、パウエル弁護士がデューシー州知事を次の選挙で勝たしてもらう見返りをもらってるのか、何かもらったんじゃないかということをツイートしております。このデューシーさん、トランプさんにとりましては手痛い裏切りだったわけですね。何故そんなことをしたのかなと思うんですけども、票差はわずか14,57票ですから、トランプさんにとってみれば、この共和党のデューシーさん、何らかの働きをしてもらいたいところですけれども、そのトランプさんの電話もですね、着信拒否をしているそうですね。ちょっとこういう人もいるということを考えなければいけませんね。風を読んでる州知事、次の選挙大丈夫なんでしょうかね。いろいろな操作ができる、その、この州兵機器がありますから、州兵機器がありますから、自分は次も州知事と思ってるのかもしれませんね。何しろですね、ハイテクに通じた専門家が公聴会で、バイデン票の1票には 1.3 倍の倍率がかけられていて、トランプさんの1票には 0.7 倍の倍率をかけてたことを証言したのですから、この方、また 1.3 倍の倍率で勝たしてもらうことを約束してもらったんでしょうかね。何しろ、かつてはこんな蜜月だったのに、裏切り者だったようですね。さて、その他のニュースでは、こんな動きがあります。リンウッドさん、この弁護士のつぶやきには、2018年9月の大統領令を思い出す必要があるねということをつぶやいてらっしゃいます。アメリカ大統領令、この時どんなことが決まったかということなんですが、トランプさんが、この時に外国勢力が選挙に介入した場合、関係者を処罰できる法律を成立させてるんですね。さて、インターネット上にはとんでもお話がいっぱい出てきております。先般のバイデンさん、足を骨折したという話なんですけども、実は容疑者としましてですね、GPS を右足に装着されたんじゃないかという説をおっしゃっている方がいます。面白い都市伝説だと思いますけどね、本当かどうかはわかりません。で、あと、国家反逆罪に相当する関係者としまして、やはり民主党の大物が、名前が出てきてますね。で、認識としましては、現在は中国との戦闘中に相当するというふうに見ている方たちも出てきております。そしてですね、IP アドレスなどから検出する作業を続けて、YouTube を配信している方の動画を見ますと、BB ニュースですね、ファーウェイの関与が明らかとなっているという話がありました。さて、この先般のフランクフルトの銃撃戦につきましての続報ですね。こちら、ほとんどメディアでは報道されていませんので、信じる人は信じる、信じない人は信じない、そんな世界の話ですけども、このフランクフルトのアメリカ領事館でハッカーが暗躍してたというんですね。すなわち、このハッカー、フランクフルトのアメリカ領事館の中で CIA のハッカーが暗躍して選挙の不正に関わってたということですね。その符号としましては、クリストファー・ミラー国防長官代行がですね、アメリカ特殊部隊は直接自分に連絡せよと就任式でも発言して、ツイッターでも同様にコメントし、そして軍人が読む新聞にもそのような話が出ておりましたので、何か、このトランプ大統領は、アメリカにおいて選挙における不正を予期して、このクリストファー・ミラーさんの国防長官代行を命じたのではないかという話も出ております。さて、先般のトランプ大統領の発言の中に、連邦最高裁は難しいかもしれないというコメントがありましたね。で、私なんでそんなこと言ってるのかなと気になってたんですけども、どうもですね、最高裁の長官に関する評判が気になりますね。
と言いますのは、今のところですね、その民主党のよりのリベラル派の最高裁判事、そして、共和党の最高裁判事、この方たちの比率で今のところ共和党の比率が多いと言われてるんですけども、この最高裁裁判所の長官のですね、このジョン・ロバーツさんっていう方にはいろいろの評判があるんですね。この方は、ジョージ・ウォーカー・ブッシュさんに任命された、どちらかというと保守派の長官に見えるんですけれども、どうもこの評判が気になりますね。こんな事件があったことを覚えてらっしゃいますでしょうか。こちらのバージン諸島でですね、この方が、まあこの方は自分で命を絶った方ですけど、いろんなことをしてたと、接待をしてたと、力のある方をこの島に呼んで接待をしてたということで、たちまちこのね、この方たちに群がっていた方たちの名前がバーッと出たわけですね。だけども、このロバートさん、さっきのロバートさん、この島に行って接待を受けてたという評判があるそうですね。それと先般のトランプ大統領の話を兼ね合わせますと、何やらアメリカの闇ってすごく深いんだなというふうに考えさせられました。さて、ここからは銘柄を3つほど研究してみたいと思います。半導体は外せないと思ってるんですね。その点で注目したのが6890のフェローテックです。何しろ半導体となりますと人気株ですね。なので高額な銘柄が多いです。このフェローテックのいい点は、半導体の液晶製造用品で世界シェア8割を誇りながらも、まだ株価が1280円と手の届くそういう水準なんですね。ぜひ研究したいと思っております。フェローテック6890ですね。そうしまして次はですね、6668アドプラズマですね。東証2部銘柄です。プラズマ用の高周波電源マッチングユニットの製版をしております。まあ、業績もそこそこいいですし、この会社の大株主の中には、サムコが入ってますね。ここ見えますか？サムコです。なので、この銘柄の、チャートはまだね、上げトレンドには入ってませんけれども、底打ちしてこう横ばいという状況ですけども、この1151円という買いやすさもありまして、これからですね、出遅れ銘柄物色という流れに乗っていけそうな気がいたします。コード番号6668アドプラズマですね。そしてこの銘柄も注目です。この銘柄3768リスクモンスターですね。ちょっと動きが出ておりますので高値掴みを避けたいなと思いつつ、この会社は筆頭株主が東京商工リサーチなんですね。これからネットで予診管理サービスをするリスクモンスターのような会社の出番が多くなるだろうと思います。何しろですね、景気が冷え込んできておりますし、やっていけなくなったという会社がたくさん出てくるものと思われます。なのでぜひですね、リスクモンスター3768活躍素地があるということで注目していきたいと思います。それではまた明日もお届けしてまいりますので、ぜひご覧くださいね。さて、いかがでしたか。木村よし子の気になる銘柄、毎週月曜日から金曜日に更新しております。また月の初めの1日正午には月刊木村よし子、そして月に2回木村よし子の経済都市伝説で面白いお話を見つけてきてはお話ししております。ぜひチャンネル登録の上ご視聴のほどお願いいたします。それではまた明日。